冬季五輪が開催中の中、中国は何も軍事的な挑発はしてきていません。むしろロシアだけかなといったところです。今回は、宮古海峡を抜け、太平洋へと展開した遼寧を、詳しく見ていきます。驚くべきは、護衛艦出雲が単独で監視中でしたし、いつ F-35B 戦闘機がやってくるのかも、ヒヤヒヤしますよね。日本にとっては、抑止力を手にした瞬間です。そうだ、自衛パルスって知ってますか？詳しく話しますね。2021年も押し迫った12月中旬、中国海軍の一隻目にして、練習用の航空母艦、遼寧が、ジャンカイ II型、054A 型フリゲート艦2隻を随伴させて、東シナ海から太平洋に進出、これを日本側が追尾、監視する事態が発生した。中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊は、母港である、山東省の青島、港から、東シナ海を、長崎県の男女群島の西方海上方面へと、南東に進み、沖縄県の宮古海峡を抜けて、太平洋方面に至り、大きく、2カ所の海域で、演習を行った模様だ。その後演習を終えた、遼寧らの艦隊は、元来た航路を逆に航行して青島を港に戻っており、九州、沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線に対し、これを越えて太平洋に至るお決まりのルートで行動を終えたことが伺える。中国の国営の中央広播電視総台の軍事専門チャンネルの番組によれば、航空母艦、遼寧は太平洋において演習を実施したと説明しているが、この時用いられた写真の中には、海上自衛隊の艦艇がしっかりとその姿を見せていた。その写真は、中国海軍艦艇の艦載機であるヘリコプターから撮影されたものとされているが、そこで捉えられていたのは、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲であり、遼寧の監視任務に直接従事していたことが明らかとなった。海上自衛隊側からも、遼寧の監視のスキージャンプ式の発艦装置から、今、まさに戦闘機が離陸している瞬間の写真が公開されてはいたが、この監視に、護衛艦、出雲、が、直接、しかも単独で当たっていた、可能性までが言及されていなかった。他にも、民間の衛星画像を提供する企業の情報でも、遼寧と、出雲、が、極めて近い位置で並走している様子が捉えられており、期せずして、中国海軍と海上自衛隊の航空母艦に類する艦艇が直接対峙したものと言えそうだ。護衛艦、出雲は、現時点では、まだヘリコプターを艦載機として運用する艦艇ではあるものの、護艦防空能力等は、最低限の兵装しか装備しておらず、基本的に随伴する他の護衛艦に、そうした部分は任せているため、かなり意外な対応にも感じられる。海上自衛隊でも、今回の遼寧の追尾、監視任務に、出雲が当たっていたことは公表していたが、こうした行動に、同艦が単独で従事していたことは、前述の兵装面を考慮しても、少なからぬ驚きを関係各所に与えたように思う。そんな県の護衛艦、出雲、だが、2021年10月には、四国の沖合の海上で、山口県の岩国、基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを成功させており、予定されている航空母艦化改修へと踏み出している。この時の様子を、海上自衛隊では、約2分強の動画として、ツイッター上に投稿しており、耐熱加工の施された飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が舞い降りる姿や短距離制動によって離陸していく
様子を確認することが可能である。今年2022年度の防衛予算案は、今回の遼寧が青島港に寄港する前日の12月24日に閣議で承認され、その総額5兆4000億円に及ぶ過去最高の予算額のうち、出雲、片護衛艦の改修費用としては、約61億円を含んでいることが確認された。これは、2021年の夏の時点では、実は約67億円と試算されていたものだが、今回の2022年度予算案の承認にあたっては、およそ 9% に相当する6億円を予定よりも削減できており、貴重な予算を自助努力で節約したものらしい。さて、2022年度予算案の61億円の中身であるが、まず、約36億円分が、護衛艦、出雲、への全天候型着艦システムの調達に充当されるが、これは、アメリカ海軍と同国レイセオン社が、共同で開発を行っている、自衛パルスと呼ばれるものである。自衛パルスとは、ジョイントプレシションアプローチ&ランディングシステムの頭文字のことで、GPS 信号と管制広報装置を用いて、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型等の航空機を、いかなる気象条件下でも運用可能とするものだ。逆に、言えば、2021年10月に、このシステムが備わっていない状況下でも、護衛艦、出雲、ヘアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が、着艦を成功させていることは、好転下であれば、すでに、その運用が可能だと示したとも言えるだろう。ちなみに、護衛艦、加賀、用の、この、自衛パルスは、2022年度の予算案には組み込まれておらず、こちらは、別途2023年以降の予算での取得となる見込みであり、航空母艦化改修の進捗と、段階に合わせて、個別に行われることになる予定だ。次に、2022年度予算案に盛り込まれているのは、約12億円のアメリカ軍の協力に対して支払われる経費であり、自ら、F-35 ライトニング 2B 型の入手途上にある日本が、前述のように、アメリカ海兵隊の同期の支援等を仰ぐことに充当される。ついで、2022年度予算案には、約13億円の護衛艦、加賀、に向けた工事経費が含まれており、これは、運用する航空機の離着陸を完成する、環境内の視認性を向上させるためのもので、詳細については、今後明かされるものと考えられる。現在までのところ、護衛艦、出雲、の航空母艦化改修の終了は、2026年度中、一方の、加賀、は、2027年度中までが目標とされており、両社とも、もともと、5年に一度が予定されていた大規模点検に合わせるスケジュールで進められている。しかし、固定翼、機の運用を、戦後初めて行うこととなる海上自衛隊では、特に、艦内の区画を、合理的な配置に改めるには、詳細な検討が不可欠との判断を下しており、先行して F-35 ライトニング 2B 型の運用を行うアメリカ軍等からの情報収集を継続する見込みだ。最も肝心な F-35 ライトニング 2B 型の機体そのものの調達については、2020年度予算で6機を約793億円、つまり1機あたり約132億円で、2024年度内に最初の機体を受け入れる予定で進行しており、以後も、年度ごとの調達が続く。2021年度は、約259億円で、2機、1機あたり約130億円、2022年度は、約510億円で、4機、一機あたり約128億円と若干ずつではあるものの、イニシャルコストも
低減が図られており、総数では42機の調達を目指している。もともと、日本が、出雲、潟子栄冠を航空母艦化し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機をしようとしているのは、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用に、航空戦力の選択肢を増加させる目的が大きいのだろう。ただし、最短でのこれらの準備にも、現在からは、まだ、4から5年先になる見込みであり、その将来までに、いわゆる第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2の持つ能力が、優位性を保持し続けているのか、若干の不安を感じないこともない。すでに、中国は、国産の第5世代戦闘機 J-20 について、課題だと指摘されてきた、機関部の生産を軌道に乗せ、2021年中に150機以上とも言われる配備を行うのと並行して、さらなる増産体制に入ったとも報じられているからだ。